ここが手ですね。そしてここが口。そしてここが額に当たります。で、額のところはどこに指を入れても差し込んでも大丈夫という感じです。この手のところにこう入れて、そして口を2、3で支えて、こんな感じで入れてます。で、場合によっては違う方法で、こうやって1号で、まあ、口というより額とこれを動かすっていう方法もあります。